こんにちは、トイズガオです。本日はこちらデラックス最優ジャーニーワンダーライドブックです。はい、仮面ライダーセイバーが、これまで赤系のワンダーライドブックは2冊、ブレイブドラゴンとストームイーグルがありましたが、これにさらに最優ジャーニーを加えるとこのような3冊の組み合わせで、仮面ライダーセイバークリムゾンドラゴンに変身します。かなりのパワーアップですね。はい、この3冊での組み合わせはワンダーコンボといって、ブレイズとエスパーダもね、その3冊での変身というのがありますけども、こちらのセイバーの方もこのような3冊での変身が可能となりますね。はい、これは、単体でもね、編集の中にこの火炎剣劣化がどうのこうのとセリフがねあるものは、ブレイブドラゴンとストームイーグルと相性がいいワンダーライドブックということでね、また特別な音声が鳴るということになっております。はい、なので、ブレイブドラゴンとストームイーグルの2冊の時に別の特別な音声が鳴ってましたので、ブレイブドラゴンと最優ジャーニーではどのような音声が鳴るのか、そしてストームイーグルと最優ジャーニーでも、そういったね特別な音声が鳴るのかっていうのもね、ちょっと試してみたいと思います。はい、ということで、こちらもう開封してありますが、最優ジャーニーワンダーライドブック、はい、物語のワンダーライドブックですね。絵柄的にはね、最優記の、孫悟空と猪八戒、沙悟浄、三蔵法師がね描かれてますのでね、名前は違いますけども最優記のことを書いてあるみたいですね。はい、下のボタンを押すとタイトル音が鳴ります。そしてページを開いて押し込むとストーリー音が鳴ります。はい、この絵柄は三蔵法師の持っている尺状の上についているものみたいなものですね。で、ここに孫悟空の顔みたいのがありますね。如意棒を持っている孫悟空みたいなね。で、下が金刀雲のような形になってますね。はい、それでは聖剣総ドライバーと邪剣カリバードライバーにセットして音声を聞いていきたいと思います。まずこの1冊、そしてこのブレイブドラゴンとストームイーグルのこの2冊での音声と、この2冊、この2冊もね比較としてやりたいと思いますが、そして3冊の音声も鳴らしてみたいと思います。Oh!
はい、ということで今回はデラックス最優ジャーニーワンダーライドブックをご紹介しました。はい、ストームイーグルとの2冊では普通のね2冊の音声でしたけども、ブレイブドラゴンとの2冊での音声はねちゃんとした音声がありましたね。はい、なのでまあこのストームイーグル最優ジャーニーともにですね、このブレイブドラゴンのサポート用のワンダーライドブックなんじゃないかと、まあ推測されますが、まあ一応この2冊の組み合わせっていうのがあったのでね、またまあさすがにこのワンダーコンボは負担がかかるので、まあストームイーグルとブレイブドラゴンの組み合わせと、ブレイブドラゴンと最優ジャーニー2冊のね組み合わせだけで体力とね精神力を節約して戦うような場面もあるのかもしれないですね。はい、ということで今回はセイバーのワンダーコンボ、こちらが達成できました。まあ、次回は、ブレイズのワンダーコンボということで、天空のペガサスワンダーレードブック、こちらをねレビューしていきたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。